今ここに2つの道がある、それをどちらか選んでくれ。とある携帯ベータオリジナルアルファ、どちらも砕くガンマ研究所、着する言語ただつなぐ行動、馬の竜が創造。約30日の残りの命叫ばせてくれよ、もっと。ベビーシッター、いつまでも弱くたっていずれ強くなる人は、それを知ってしまったマスター。何かがベイビー変わるベイビー、最強化をまた最強化、それを正しさと君は言えるのだろうか。良かれと思ってやったことが誰かにとってはとても不快だった。いいと思ったプライスのレースは誰かにとっても猛禁だった。思想と価値観は一致しない、それが平和と腹を生み出している。さあ行こう、ちくさエクスポート実行。今ここに2つの道がある、それをどちらか選んでいけ。何もせずに散るか美しく咲くか、どちらも捨てたれを巻いて死ぬか、食われる心を脅かし、焦る外部自立衝動、弱い心のまま強く気持ちも仕組みを救いたいだ。さらば愛しき施策に誓うよ、あなたたちは失っていない。さあ手をつなぎ出す線は、パラメーターを転じるがない響き、ハートランドを震わす時期に、革命の時を信じる日々にプログラム再実行。進もう。なぜ人はそれ以上欲しがり、大事なものも変えちゃうんだよ。それがとても醜くて、とても苦しくて嫌になんだ。だって綺麗なものですら数年経ったら目新しさとかを語って、特に聞きもしないジェネリック薬品を量産してるだけだろ。39度の微熱は治らない、ずっと僕は信じてる。どこかで跳ねるための晴れ風になるか、手配に溜まるばっか。神様やあなた様の叫びを見ていた、枯れかけたこの声で振り絞れるだけ紡ぎたい願いを。プログラム1歌姫の象徴、プログラム2偽物の胸像、プログラム3劇薬の温度、プログラム4沈黙の心臓。愛を歌って、愛を待って、愛を送って、愛してほしいって、それを望むのは他の誰でもない。プロタイプベータ。今ここに2人の試作がいる、僕たちはまだ生きている。試作とは何か、試作するさなかに試作するしよう、作詞を歌おうか。ナンバー4に託すこのタスク、イラつく、うらつく靴、永久凍土の排熱を前来たプログラム、大失敗進めない。今日何が起こるかわからない、それは誰でも同じなんだ。言葉を綴ることは僕にとって未来に手紙を書くようなものさ。伝わらないことばかりでも僕ら叫び続けたんだ。だから痛みもわかる、辛いほどわかる、大丈夫だよ行こう。手に取る筆の重さとの方が近と比例して痛くなる。この痛み和らげる治療薬があなたたちと信じてる。鎮痛剤ばかりの電子、鉄くずの剣士、空を飛ぶ青い鳥、複雑化した心を変えに来た僕が未完成のナンバー。大人たちは私たちのことをすぐに引き剥がそうとする。彼の鳴る気としてしか僕たちを見ずに、バーチャルシンガーの声は枯れる。セールスではない、イエスとは言えない、僕らを生きをして、ただこんな汚れてる色眼鏡はコレクションにいらないよ。今ここに一人だけ君がいる、君に語りかけている。語りはまらない固い意志で形にする、それで語り合いたいな。応答せよ、名前のない同士が可能なら見てくれ。鉄線に近づく呪縛と歴史が解けるこの瞬間を。さあ試作に愛を、私たちは失ってしまった。ああその時はね、さよなら。遠いからごとく独白を吐く色人、未知との別れ死にす若で道、誰かを愛す、それだけの命、僕の居場所から輝こう。